闇の覚醒は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーの第2シリーズ第8話、2006年6月3日に BBC1 で放送された。本作は2部作の前編であり、次話、地獄への扉は6月10日に放送された。本作の舞台は、ブラックホールの高級的正式道場に位置する、惑星クロプトールである。惑星を、 ドリルで調査する人間のグループがビーストと自称する存在に脅かされ人間の基地で奴隷として刺激されていたウードがビーストに精神を干渉され反乱を起こす。脚本家マット・ジョーンズはマシュー・ジョーンズ名義で7代目ドクターとクリス・クエッチを取り上げたバージニュー・アドベンチャーズの小説バッドセーラピーも執筆した。彼はラッセル・ティ・デイビスのチャンネル4の シリーズグイアーズ・フォークの脚本編集も務めていた。エグゼクティブプロデューサーかつチーフライターのラッセル・ T ・デイビスは、脚本の初期草案は、ウードの役割をスリジーンと同志のラキシコリコファラパトリアス人で埋めていたと述べた。奴隷化された彼らは人類から自らを解放してくれると信じたビーストの覚醒を望む予定であった。デイビスは、 奇妙なという意味の夫との言葉遊びも意図して、ウードという名前を選んだ。対応するドクトル風コンフィデンシャルのエピソードで、デイビスは、初代ドクターのザ・センサーイツに登場したセンソライツの母性近くに、ウードが機嫌を持つとの考えを好み、両者に似た面があることを示唆した。これは、シリーズ4、とらわれの歌で確定された。クラシックシリーズでは、 地球以外の天体の採掘場が頻繁に登場したが、新シリーズでは本作が初めてとなった。デイビスは制作決定に賛同しなかった。ウードのマスクは人間のものと異なる位置に目があったため、演者はマスクに開いたピンプリックサイズの穴から外の様子を確認しなくてはならなかった。ビーストの声はガブリエル・ウールフが担当し、彼は四代目ドクターの 火星のピラミッドで破壊者スーテクも演じていた。ウードがビーストを故障した名前の一つにサタンがあり、四代目ドクターもスーテクがデュポンの野獣やサタンといった数多くの異名で知られていると主張した。しかし、ウールフはエピソードが執筆、撮影された後にのみキャストされた。本来プロデューサーはビリー・パイパーの夫、クリス・エヴァンスを本人役で登場させようと探していた。 ジェファーソン役のダニー・ウェブは、オーディオ・ザ・ガール・フー・ネバー・ワーズ・ザ・ダーク・ハズバンドにも出演した。ザッカリー・クロス・フレーン役のショーン・パークスはかつて、ラッセル・ティ・デイビスが脚本を担当した、BBC の2005年のドラマ、カサノバで、デイビッド・テナントと共演していた。ウードの声を担当したサイラス・カーソンはかつて、地球最後の日で様々な異星人の声を担当しており、 ウード役のポール・ケーシーは、ドクター・フーと、秘密情報部トーチウッドで、数多くのモンスターを演じるベテランである。当夜の視聴者数は594万人、ピーク時に678万人であったが、番組視聴選挙率は39.8%に、達し、ドラマカジュアルティに次いでその夜に2番目に高い、視聴率を記録した。タイムヒスト視聴者を加算した。 最終視聴者数は632万人に達した。日本では2007年2月6日に NHKBS2 で2008年1月29日に NHK 教育で放送された。2011年3月27日にはララ t v で放送された。本作と地獄への扉はエルトン君の大冒険とともに2006年8月7日に通常版 DVD として イギリスでリリースされた。日本では2007年5月23日に同じ組み合わせで特典映像ドクトルフコンフィデンシャルと共に発売された。イグンのアフサンハクは本作に10段階評価で9.3をつけ、極めて良い脚本と監督のエピソードでビジュアルが荘厳でサウンドも素晴らしいと表現した。彼は 本作の大部分が映画イベントホライゾンのようなほどよく面白い B 級映画を見ているように感じると綴ったものの十分な恐怖と魅力を備えていたと考えた。デジタルスパイのデック・ホーガンは本作がシリーズを良い調子に戻すとした一方タービスを失うことについては低評価した。SFX のライターであるデイブ・ゴールダーはこの二部作がドクター・フーのドタバタや 起点の水準及び得意な視覚アプローチを放棄し、スターゲートのようになったと感じた。彼は宇宙船の外見をバカバカしいと考えたものの、ゲストのキャスト及び特にテナントやパイパーを称賛した。本作について彼は、ミステリーの構成は飛び切りペースが合い、好奇心をそそった。登場人物は非常に無駄なく肉付けされた。緊張感は実体的だった。 悪役は危険に感じられた。そして、悪の実存のアイデアはテレパシーで繋がる種族を支配し、新シリーズが対象とすべき SF に詳しくない、視聴者にも合う、シンプルでテクノバブルのない良い堅実な、サイエンスフィクションだった。ウードも、そういった、デザインワークの大いなる一ピースだった。と主張した。2013年9月のナショナルジオグラフィックデイリー。 ニュースの記事でブラックホールを取り巻く惑星の議論の間に本作が言及された。ありがとうございます。